市交流文化芸術センター市立美術館から公演やイベントなどに関する新着情報をお伝えします。はじめに中道郁代ピアノリサイタルシューベルトの心の花についてお知らせします。日時は9月15日日曜日14時から、場所は小ホールです。プログラムはシューベルト4つの即興曲作品90作品142です。料金は全席指定一般3000円、バルコニーベンチシート2500円、25歳以下はそれぞれ半額です。チケットはサントミューゼウェブ窓口で7月13日土曜日10時から発売します。次に中道郁代ピアノリサイタル関連プログラムについてお知らせします。アナリーゼワークショップではリサイタルで演奏される楽曲の魅力などを出演者自身が分かりやすくお話しします。日時は8月23日金曜日19時から、場所は小ホールです。料金は全席自由、当日券のみ500円です。9月15日日曜日の公演チケットをお持ちの方は無料でご鑑賞いただけます。続いてサントミューゼマチネボリューム9岡村梨沙バイオリンコンサートについてお知らせします。日時は8月22日木曜日11時30分から、場所は小ホールです。プログラムはラベルバイオリンソナタ他です。料金は全席指定一般1000円、25歳以下は500円です。チケットはサントミューゼウェブ窓口で発売中です。次に第2回サントミューゼ新進演奏家リサイタルについてお知らせします。2023年に行った第2回サントミューゼ新進演奏家リサイタル選考会で最優秀賞を受賞した東進地域にゆかりのある若きアーティストによるリサイタルです。今回は最優秀賞を受賞した荻原美晴さんによるパーカッションリサイタルです。日時は8月25日日曜日14時から、場所は小ホールです。プログラムは決まり次第ホームページでお知らせします。料金は全席指定一般1000円です。チケットはサントミューゼウェブ窓口で6月22日土曜日10時から発売します。次に東京構成ウィンドオーケストラドラゴンクエストコンサートについてお知らせします。日時は11月17日日曜日15時から、場所は大ホールです。料金は全席指定前売り券5500円、当日券6000円です。チケットは長野放送チケットセンターウェブサントミューゼウェブ窓口他で7月20日土曜日10時から発売します。次に市立美術館で開催されるイベントなどについてお知らせします。はじめに特撮の DNA in 信州上田展、怪獣王ゴジラの軌跡をたどる決定版展示についてお知らせします。特撮の金字塔ゴジラ公開から70年、本展では実際の撮影に使われたスーツやミニチュアなど造形師の手による実物でその歴史をたどります。期間は7月12日金曜日から9月8日日曜日まで、場所は市立美術館2階展示室です。料金は一般1400円、高校大学生800円、小中学生500円、親子ペア1600円、前売り券は一般のみで1200円で、7月11日木曜日まで販売します。
チケットは上田市立美術館ミュージアムショップ、テレビ新集チケットセンター、特撮の DNA 公式サイトで販売します。松本シネマライツ、長野戦国劇場では前売り券のみ販売します。次に特撮の DNA in 新州上田店関連イベントについてお知らせします。手塚正明監督トークショー、日時は7月12日金曜日13時30分から15時、場所は市民アトリエギャラリーです。ナイトミュージアム&造形師若狭真一ギャラリートーク、日時は7月12日金曜日18時30分から20時、場所は2階展示室です。つけ麺ミュージアムミニライブ、日時は7月13日土曜日16時から、場所は2階展示室です。スマホで簡単映像の魔術特撮を体験しよう。講師は特撮カメラマン撮影監督の桜井圭一さんです。ソロコースは8月11日日曜日13時30分から16時、ペアコースは8月12日月曜日10時から12時30分。申し込み詳細はホームページをご覧ください。次に連続講座実践的コッパ人形講座についてお知らせします。手乗りサイズのコッパ人形を制作します。初回の人物デッサンで体の作りを学び、いろいろなポーズのコッパ人形を彫ってみましょう。日時は7月12日、19日、26日、8月2日、30日、9月6日、それぞれすべて金曜日。時間は18時30分から20時30分です。場所は市民アトリエギャラリーです。対象は高校生以上で、定員は16名です。料金は一般6000円、学生3500円です。申し込みは6月24日月曜日から6月30日日曜日にホームページ申し込みフォームからお申し込みください。サントミューゼニュースでは、公演やイベントに関する新着情報についてご紹介しています。今後もサントミューゼに関する情報を広報上田公式ホームページ、行政チャンネルなどで随時お知らせしていきますので、上田市の交流拠点サントミューゼにぜひお越しください。